野原あゆみの睡眠導入用雑学。皆さんこんばんは。今日も一日お疲れ様でした。疲れは残っていませんか？今夜も雑学で一緒にゆっくり過ごしましょう。それでは始めます。カンガルーは名前がないからカンガルー？なんだか意味がわかりませんよね。カンガルーが世に広まるきっかけとなったのは1776年、イギリス領とするべくオーストラリアに訪れていたイギリス人の海軍士官ジェームズ・クックでした。その時クックはお腹の袋で子供を育てる動物を初めて目にしました。そこでオーストラリアの原住民であるアボリジニにその動物のことを尋ねます。ガングルーだと教えてくれたことがカンガルーの語源になったとされています。ちなみにこのガングルー、アボリジニの現地の言葉で飛び跳ねるものという意味です。ガングルー、ガングルー、ガングルー、カンガルー、カンガルー。まあ、納得しますね。赤塚不二夫さんは、ギャグのために歯を全部抜こうとした。天才バカボン、おそ松くんなどの作者として、日本を代表する漫画家、赤塚不二夫さんは、かつて歯医者に行き、皆を驚かせたいというためだけに、悪くもない歯を全部抜いてくれと注文したことがあるそうです。しかし歯医者に、そのギャグが受けるのは一度だけですよと説得され、結局断念したのだそうです。親身な歯医者さんでよかったですよね。それにしてもプロの根性を感じます。錆びないステンレスはすでに錆びている？ステンレスは英語でステイン、STAIN、汚れ、そしてレス、LESS、ない。スチールの STEEL と表記され、正式にはステンレス鋼と言います。汚れがつきにくく非常に錆びにくいことからつけられました。ステンレスは耐食性や強度を向上させるため、主成分である鉄にクロムやニッケルを混ぜることで作られる合金にあたります。紀元前から存在する鉄に比べ、ステンレスの歴史は浅く、1900年初頭に開発された新しい金属です。では本題です。なぜステンレスは錆びないのか、錆びない理由について見ていきましょう。
そもそも錆びるという現象を鉄を例に見てみると、酸素が鉄に結びつき酸化鉄が発生することで起こります。ステンレスは 50% 以上の鉄と 10.5% 以上のクロムを混ぜることで不動体被膜と呼ばれる非常に薄い膜を作ります。クロムは鉄よりも酸素に結びつきやすく、鉄が酸化するよりも先にクロムが酸化し錆が発生します。しかしクロムの特性でもある不動体被膜によって内部に錆が侵食する働きを止め、錆の発生を防いでいるのです。この被膜はステンレス独特の光沢を発生させているため、光り輝く金属にしか見えませんが、実はその中身は錆と錆の侵食を防ぐクロムの働きによるものなのです。平安時代の頃までは、寿司は鼻が曲がるほど臭い食べ物だった。寿司の発祥は紀元前4世紀ごろ、今のタイとミャンマーの国境近くの山岳地帯に始まると言われています。彼らは川魚や動物の肉に米をまぶし、時間をかけて乳酸発酵をさせ、慣れ寿司と呼ばれる保存食を作りました。しかし、この寿司、発生する匂いが何とも強烈だったそうです。日本には紀元前3世紀末頃に伝えられ、まず作られたのが船寿司でした。近江の船寿司は今でも名物ですが、この匂いのすごさもまた有名ですよね。こうした慣れ寿司は平安時代では腐れ寿司とか花曲がりなどと呼ばれたほど、臭いものというのが常識だったようです。ずいぶん昔から寿司はあったんですね。まだ慣れ寿司には挑戦したことがないので、食べてみたいなと思います。食べたことがある方、今度コメントで感想を教えてくださいね。麻雀が語源の日本語。実は普段から何気なく使っている日本語には、麻雀が語源で誕生したものが意外と多いってご存知でしたか？その中でもほんの一部ですが紹介していきます。まず一つ目は、テンパル。今日会議で指名されてテンパっちゃったよな。なんて使いますよね。麻雀ではあと一枚で上がれる状態のことをテンパイと呼びます。あと一枚で上がれることからドキドキしてしまったり、そわそわして落ち着きがなくなってしまいます。
そのためテンパるという言葉は、浮き足立つ、興奮する、パニック状態になるといった意味で使われるようになったのです。続いてメンツ。メンツは漢字で書くと、面に子供の子となり、これも麻雀が語源の言葉です。麻雀では上がるために必要な牌の組み合わせのことをメンツと呼びます。そのため転じて麻雀を行うように必要なメンバーのことをメンツと呼ぶようになったんです。そして会合に必要な顔ぶれのこともメンツと呼ぶようになりました。最後に連チャン。パチンコなどで使われる連チャンという言葉、漢字で書くと、連なるに荘厳の荘と書きます。麻雀では、親が順番に回ってきますが、親が上がると、引き続きその人が親の状態が連続して続きます。そのため、物事が連続して続くことを、連チャンと呼ぶようになったのです。麻雀が語源で誕生した言葉、紹介した以外にもあるので、興味があればぜひ一度調べてみてもいいかもしれません。皆さんが普段使っているその言葉も麻雀が語源かもしれませんね。日清焼きそば UFO の UFO の由来。日清焼きそば UFO の名前、実は日清焼きそば UFO の U はうまい、 F は太い、 O は大きいの頭文字になっているのはご存知でしたでしょうか。これだけでも面白いのに、さらにユニークな出来事があったのです。それは1976年、新しいカップ焼きそばのネーミング会議のことでした。一人の社員が蓋を投げたところ、空飛ぶ円盤の UFO に似ていたことから、UFO という名前が生まれたのだそうです。そもそもなぜ会議で、蓋を投げたんでしょうね。普通は蓋を投げようともあまり考えないですもんね。この社員こそ、日清食品ホールディングスの代表取締役社長 CEO の安藤幸喜さんだったのです。ドライアイスはもともと会社の名前だった。ドライアイスは二酸化炭素をマイナス78.5度まで冷やし、凍らせて作られたものです。ドライアイスという名前は1924年にアメリカのトーマス・ストレートが設立した世界で最初の固体炭酸製造会社、ドライアイス・コーポレーションが由来となっているそうです。
相撲の土俵が丸くなったわけ。相撲といえば、土俵の上で行うスポーツということは常識ですが、もともとは土俵は存在しなかったということ、ご存知でしたでしょうか。かつては土俵の代わりに、人が力士たちの周りを囲んで、土俵のようなものを作って戦っていたそうです。江戸時代になり、相撲が盛んになると、土俵の形はどんどんと変わっていきました。最も初期の土俵は非常に簡素なもので、四隅に柱を立てて紐を引っ張って作られたボクシングのリングのような形でした。その後、江戸中期になると、現在のような円形の土俵が姿を見せ始めました。しかし、ルールが統一されていなかった頃は、さまざまな形の土俵が存在していて、地方によっては四角形の土俵なども使用されていました。神事相撲などの儀式的な立ち合いを行う際には、八角形の土俵や二重の丸で作られた土俵が使用されることもあったそうです。さらに土俵は発展を続けていき、土俵の仕切りには土を詰めた俵が用いられるようになりました。また、多くの観客から見やすくするように、土を持って土俵を高くするなどの工夫も加えられるようになったのです。その結果、現代のような土俵へと進化を遂げていったのでした。一度でいいから生で相撲を見てみたいですね。以前番組では子どもたちの相撲大会は取材したことはありました。小学生の大会でしたが、とっても迫力を感じました。一級河川と二級河川の違いは、川の大きさではない。一級河川とは、洪水などの際に人命・財産の被害が大きくなることが想定されたり、上下水道、灌漑、発電などその河川の利用が大きい水系を一級水系とし、そのうち国が管理を行う必要がある河川を一級河川と呼びます。重要度に応じて二級河川、準用河川があります。なので、基本的に河川の前についている級という漢字と川の大きさとは関係がないことになります。そういう意味合いだったんですね。瞑想中の禅僧とジャズの聴衆の脳波は同じ。普通の人が目を閉じて安静にしているとき、脳波はアルファ波の状態になっています。薄く目を開いただけでも、このアルファ波は消えてしまうのですが、
前奏は目を半目にしているのにアルファ波が連続して出ていて、深い瞑想に入ると今度はシータ波となります。ところが、なんとノリノリなジャズの慣習にもこのシータ波が出現するのです。ジャズのリズムに乗り、手や足、そして体全体を動かしているのにもかかわらず、動かない瞑想中の前奏と同じ脳波が出ているのだそうです。なぜでしょう。意外でした。ルパン三世の石川五右衛門が所持する斬鉄剣では、切れないものがたくさんある。モンキーパンチの漫画ルパン三世に登場する居合の達人石川五右衛門が所持する斬鉄剣。斬鉄剣とは、読んで字のごとく鉄を切断することが可能な日本刀のことです。この斬鉄剣は何でも切ることができるのですが、なぜかこんにゃくは切ることができないのです。実際には飛行船のシャッター、ゾンビ、吸血鬼、特殊防弾ガラスなど、この斬鉄剣で切れないものは意外と数多く存在します。マスクはもともと黒が主流だった。ウイルスや花粉から身を守るために欠かせないマスク。近年はファッション性の高い黒いマスクも販売されています。実はこのマスク、もともと黒が主流だったのです。日本のマスクの始まりは明治初期で、当時白いマスクは医療用として病院などでは使用されていましたが、高価なものでした。そこで安く手に入ると庶民に流通したのが、炭鉱作業員が使っていた黒の防塵マスクです。防塵用なので、汚れが目立たないように黒い色の布を使用していたということです。今ではファッションに合わせてピンク色や茶色、水色、緑色など、さまざまな色のマスクがありますね。皆さんは何色がお好きですか？生卵は握りつぶしても割れない。まず冷蔵庫から鶏の生卵を1個取り出しましょう。次に手のひらにのせて力いっぱい握りしめます。実は卵を人の力で握りつぶすのは不可能なのです。これには3つの理由があるそうです。その1、卵は一定の面に対して非常に強い耐久性があります。
卵のアーチ型構造は圧力を分散させるので、外部からの力に強いと言われているのです。その2、容器内の液体にある面から圧力を加えると、どの部分にも同じだけの力が伝わるというパスカルの原理が働くからです。その3、生卵を握りつぶすことに対する罪悪感であったり、汚れることへの心配などの心理的要因から自然と力を抜いてしまう心理的ブレーキが影響していると言えるそうです。ただし、握り方を間違えたり、リンゴを握りつぶすほどの握力の持ち主だったりすると割れることもあるそうですよ。汚れるのを覚悟で試してみてもいいかもしれません。その後は卵焼きなんかにして食べるといいかもしれませんね。新生姜を根生姜にする方法。実は新生姜を収穫後、土に埋め直すと根生姜になるのを知っていますでしょうか。なんだか当たり前のような話にも感じますね。念のためにその方法をご紹介しましょう。2メートルほど掘り、土と生姜をサンドイッチのようにしながら埋めるだけです。新生姜を土の中で寝かせることで、水分は抜けて、辛みがより一層強くなるのだそうです。また、土の中は温度と湿度を一定に保つことができるので、長期保存にちょうどいいのも魅力的です。しかしながら、温度が18度以上で発芽してしまい、10度以下では腐ってしまいます。さらに乾燥にも弱く、湿度 90% 以上で保管しなければならない側面があり、管理がものすごく大変です。このような手間を省くために、貯蔵庫を使う農家さんも多いのが実情だそうですよ。関係ありませんが、急にガリが食べたくなってきました。海水がどんどん塩辛くならないのはなぜ？今さら言うまでもありませんが、海水には塩が含まれているのでしょっぱく感じます。しかし、時が経つにつれて、海水がどんどん塩辛くなってきた、なんて話は聞きませんよね。そもそもなぜ海水には塩分が含まれているのかご存知でしょうか。それは海ではなく川に関係があるからです。川は絶え間なく流れていて、あの川の流れが岩から塩分を溶出させて、その塩分を海に流し込んでいるそうです。しかし、
川が絶え間なく流れ続けるということは、海水の塩分はどんどん濃くなっていきそうに思います。現実では、ここ数億年で塩分量はほぼ一定だったそうです。なぜなのか。それはペルシャ湾のような暑い地域にヒントがあります。ペルシャ湾のような暑い地域では大きな干ばつを繰り返し、干ばつが起こった海に日差しが照りつけます。そうすることにより、水分が急速に蒸発し、塩分を失います。川の水が運んでくる塩分はかなり微量であるため、蒸発して塩類平原になる量と変わらないそうです。世界の沿岸部各地でこのような状況が起きて、塩分が一定に保たれているそうですよ。そういえば、小学校の夏休みの自由研究では、海水から塩を作ったりしていましたね。太陽の塔には幼少期バージョンがある？1970年、大阪万博で披露された岡本太郎さんの太陽の塔、有名ですよね。実は太陽の塔には幼少期バージョンがあるのです。その幼少期バージョン、愛知県にある日本モンキーパークの中にあるそうです。看板には、広々とした丘の上に若い太陽が生まれる。日に日に新しく生まれ変わる。我々の生命の象徴、金色に輝く顔はおおらかにバイタリティを放射する。赤、青、緑の装いは濃い青春の彩りである。岡本太郎。このように書かれています。正式名称は若い太陽の塔で、大きさは26メートル。1969年に完成しました。その1年後に大阪万博で披露された太陽の塔は70メートルだそうです。確かに2倍以上も身長が伸びています。大きくなったんですね。ケミカルピーリングは、古代エジプトでクレオパトラも行っていた美容法である。ケミカルピーリングとは、皮膚に化学薬品を塗り、剥がすことによって行う治療、美容法のことです。皮膚に障害を与える液体を塗り、角質や表皮、さらには真皮までをも化学的に溶かすことで、新しい皮膚の再生を促し、ニキビ、肌のくすみ、小じわ、さらには肉離れ、妊娠線などに効果があるとされているのです。
薬品を塗るというと抵抗を感じますが、近年日本にも導入され、エステティックサロンや病院などでも行われるようになりました。ケミカルピーリングは長い歴史があるのはご存知でしたか？なんと古代エジプトではクレオパトラが皮膚を滑らかにするために乳酸のサワーミルクの湯に入浴していたと伝えられています。私は肌が弱いので怖くてあまりやったことはないのですが、スクラブくらいはやりますね。手で試してみるだけでも本当にツルツルになるので驚きます。個人差があるのですべての方に合うとは限りませんが、興味のある方はやってみてもいいかもしれませんね。パフェとサンデーの違い。夏になると特にアイスクリームなど食べたくなります。今日はパフェとサンデー、これは究極の選択だとは思いますが、そもそもの違いについてお送りします。まずはパフェについて。1910年から20年代にフランスで作られたフルーツのムースが元祖だったようです。パフェという言葉自体にも意味があり、これ以上は存在しない完璧なデザートという意味が込められています。フランス語で完璧なを意味するパルフェが語源となっていて、やがて世界へと広まっていきました。一方でサンデーは1890年にアメリカで誕生したデザートだと言われています。由来としては日曜日に売られていたことからサンデーと呼ばれたそうです。しかし日曜日はイエス・キリストの安息日だったため、そのままの名前が使われることは不謹慎とされました。そのため、英語の綴りでは、日曜日のサンデーとは書かずに、SUNDAE と書くそうです。パフェとサンデーについて解説しましたが、特定の食材が使われているわけでもないようです。そのため、違いとしては、フランスで生まれたものがパフェで、アメリカで生まれたものがサンデーという違いがあるだけのようです。なんだ。私も具材に違いがあるのかと思っていました。生クリームが乗っているのがパフェで、乗っていないのがサンデーと勝手に思い込んでいました。ちなみに似たようなデザートでもフランスではパフェと呼ばれていて、アメリカではサンデーと呼ばれています。ということは、日本ではどちらで呼んでも間違いではないということになりますね。安心してください。合っています。クマムシは、体がカラカラに乾燥しても、
死なない。クマムシは世界中に広く分布している体長わずか1ミリほどの節足動物です。このクマムシは体の水分がなくなり乾燥すると樽のように丸まって動かなくなり、再び雨などで水分が戻ってくるまで仮死状態を保つのです。このクマムシが仮死状態でどのくらい生きられるのかはよく分かっていませんが、博物館で120年もの間乾燥状態に置かれていた苔の標本から、クマムシやワムシが再び動き出したという報告もあるのだそうです。いや、生きることに執念深くてすごいですね。冷やかすの語源は、江戸時代の浅草の紙すき業者から生まれた。江戸時代のこと、浅草三屋の紙すき業者が主に生産していたのは、浅草紙という質の良くない、今でいうトイレットペーパーでした。まあ今でこそトイレットペーパーでも優しいタッチの素材もありますけどね。この浅草紙は、古紙をすき返した再生紙を原料としていたので、紙をしばらく冷ますと書いて冷やかす処理をしなければなりませんでした。その間、職人さんたちは暇になるので、近くの吉原へ出向いて遊郭に入った新人の遊女を買う気もないのに覗いていたのだそうです。ここから買う気もないのに店をぶらついて値段をあれこれ聞いて回る客を冷やかし、そしてそのような行為自体を冷やかすというようになったのだそうです。意外なルーツのある言葉でしたね。ギャンブルの生みの親はパスカルである。ギャンブルの生みの親は、17世紀のフランスの哲学者、物理学者、数学者で、人間は考える葦であるという名言を残した人物としても有名なパスカルです。パスカルは宮廷や家庭で誰でも楽しめる遊びとしてルーレットを考えます。そう、ギャンブルをしようと思って考え出したわけではなかったのです。100年ほど前、フランス人のフランソワ・ブランという人物が、パスカルの考えたルーレットをヒントにした賭博場を開設し、大儲けします。さらに、その成功をヒントに得たモナコ国王が、モンテカルロに大賭博場を開いたことで、パスカルのゲームは一気に世界中に広がったと言われています。本人もここまで広まるとは思っていなかったかもしれませんね。
関東と首都圏、どこからどこまで？普段ニュースを見たり読んだりするときに、例えば関東地方で積雪の恐れがあります。首都圏で地震が起こると大変な被害が予想されますなど、報道を見かける機会があると思います。そもそも関東と首都圏、明確な違いは存在するのでしょうか。まず首都圏は、本来は東京都に隣接している都道府県という意味合いがあるそうです。そのため、以前は千葉、神奈川、埼玉、山梨のことを首都圏と表現していたようです。その後、昭和31年に首都圏整備法が制定されましたが、その際に東京、神奈川、千葉、埼玉、茨城、栃木、群馬、山梨の1都7県が首都圏と定義されたのです。首都圏が表す地域は国の法律として定められているのですね。一方で関東は首都圏のように法律では定められていません。時代は遡りますが、昔の区分けであった武蔵、相模、上総、下総、阿波、日立、上付、下付をもとに関東という地域を指しているそうです。すなわち、現在の東京、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、神奈川の1都6県を関東と呼ぶようです。首都圏には山梨県が含まれていましたが、山梨を含んで関東と表記する場合には、関東甲信越として呼ぶことが多いようです。しかし、スポーツの大会などを見ていると、山梨県が関東に含まれていたり、首都圏整備法などの法律によって関東の区分が定められているわけではないため、関東という地域区分には曖昧な部分も存在しているようですね。パソコンのマウスが動く距離の単位。まさかのミッキー。マウスを動かした時の距離を表す単位にはセンチやメートルではなくミッキーという単位が使われています。1ミッキーは100分の1インチ、つまり約 0.25 ミリです。もっとわかりやすく表しましょう。1ミリは4ミッキーです。ミッキーという単位の由来。マイクロソフト社で Windows のマウスドライバーなどを開発していたクリス・ピーターズがミッキーマウスにちなんでジョークとして名付けたという説が有力のようです。
ジョークから言葉が生まれるなんて、なんだか粋でいいですよね。若者がよく使う、ガチという言葉の語源。実は、相撲にある。ガチで行きます、などという時のガチとは、ガチンコの略です。ガチンコとは、大相撲において、真剣勝負を意味する隠語です。この言葉は、稽古場で力士同士が激しく当たり合うとき、ガチンという音がするところから来ているそうです。フグは、海に住む魚なのに、漢字で川の豚と書くのは、中国の川豚と書いてフグが淡水産だったからである。フグは海に住む魚なのに、漢字で川の豚と書きます。フグという漢字は中国から伝わったものです。その中国のフグというのが、実は淡水産のフグだったのです。日本にはいないこのフグは、揚子江や大河などに生息する淡水魚で、古くから食用とされてきています。それで日本では、日本のフグがすべて海産であるにもかかわらず、この文字をそのまま当ててしまったということです。確かにずっと疑問に思っていました。川の豚。考えるだけで面白いキャラクターができます。カフェインにはさまざまな効果があり、風邪薬などにも配合されている。カフェインは眠気、倦怠感、偏頭痛などに効果があり、風邪薬や頭痛薬など、さまざまな薬に密かに配合されているのです。コーヒーを飲んだ後に、算数のドリルの計算問題を解くと、計算速度や正解率が上昇することが、なんと科学的にも証明されているようですよ。しかし、カフェインにはもちろん副作用もあるので、取りすぎにはご注意くださいね。今夜の雑学はここまでです。まだ眠れていない方、ゆっくり焦らず行きましょう。他にもたくさん朗読をご用意しています。再生リストからお好きなものをお選びくださいね。それでは最後に、眠りやすくするためのコツについてお伝えしましょう。
今夜は簡単にできるストレッチです。いくつかご紹介していきますね。一つ目は、お尻から肩の側面を伸ばしていくものです。寝ながらできますよ。まずは仰向けの体勢になりましょう。左足だけ膝を軽く曲げて床に立てかけます。右足は床につけてまっすぐ伸ばしましょう。左手は横に伸ばし、右手で左足の膝を持ちます。右手を使って左足を手前にぐっと引っ張るようにして、体の右側に倒していきます。反対に、顔から腰までは左を向き、上半身と下半身で体を逆にひねるようにし、お尻から腰、脇腹、背中、肩の側面をぐーっと伸ばしていきましょう。呼吸は止めずに行ってくださいね。15秒くらいキープしましょう。心地いいくらいで、あまり無理をしないでくださいね。終わったら反対側も同じように行います。続いて、もっと簡単なストレッチです。足首を前後に動かすものです。仰向けに寝た状態で、両手と両足を伸ばし、リラックスしましょう。手のひらを天井側、手の甲を床側に向けます。ふくらはぎと足首に少し力を入れ、左右のつま先をぐっと手前に引っ張ります。天井を向くようにですね。1、2、3、力を抜いてリラックス。今度は両足の小指を内側に丸めるように少し力を入れます。無理しすぎると足をつってしまうので、心地いいくらいで止めましょう。左右のつま先をぐっと奥に倒します。1、2、3。力を抜いてリラックス。これを30秒から50秒間ほど繰り返してみましょう。最後に、肩こりに悩んでいる方へ、肩甲骨を回していきましょう。右向きで寝た状態から、右腕を曲げて、頭の下に入れ、腕枕をします。左腕も肘を曲げます。肘で大きく円を描くように、ゆっくりと前から後ろに肩を回します。1、2、3、4、
8、9、10。続いて今度は左向きになり、右腕の肩甲骨もぐるぐると10秒間ほど回します。今夜お伝えするストレッチはここまでです。体の血行を良くし、リラックスして休めますように。約1時間お付き合いいただきありがとうございました。引き続き皆さんにとって素敵な夜でありますように。そして素敵な明日を迎えられますように。次回の動画でお会いできますことを心より楽しみにしています。おやすみなさい。